26日に行われたプロ野球ドラフト会議、DeNA より3位指名を受けた山形中央高の武田陸選手の喜び、力強い抱負をお伝えします。自分らしさっていうのがもうとにかく野球楽しむことだと思うんで、まずは武田陸選手の活躍を写真で紹介。所属する体育科の同級生が待つ現場に到着。同級生に武田選手の素顔を聞きました。場の雰囲気も盛り上げてくれて本当に最高の仲間です。どうですか？とても真面目な人で、友達思いで、とてもすごいいい方だと思います。もう素直に自分も本人のことのようにもう叫んで喜んで嬉しかったです。もうこれからが本番だと思うので、しっかりも自分らしいプレーを期待しています。陸の二刀流を生かして頑張ってもらいたいと思います。どうですか？二刀流として大谷翔平を超えてほしいと思ってます。それでは指名直後の武田選手の会見をご覧ください。やっぱ本当に今まで支えてくれた人だったり、やっぱそういう人たちに本当に心から感謝したいなって一番思いました。元気でやっぱファンと選手の距離が近いっていうか、ファンも含めて本当にいいチームだなっていう印象は持ってます。今はまだ未熟なところもたくさんあると思うんですけど、何年か後には日本を代表できるような選手になりたいなって思ってます。自分の思っていることとしては、どっちも挑戦していきたいなっては思ってます。まだそこのレベルまで達してないと思うんで、しっかり努力してそういう選手たちとも戦っていけるようにしていきたいなと思います。ずっとそわそわしてたというか、昨日からなんですけど、ちょっと落ち着かなかったです。練習の時はドラフトのことは考えないで練習に集中してたので、そういう具体的な目標はまだなんですけど、やっぱ長く活躍し続けられるだったり、長く応援していただけるような選手になりたいなと思ってます。プロの世界はやっぱ1年間ずっと試合があるわけで、そこで1年間戦い抜ける体を作ることが今一番自分に必要なことかなと思ってます。すごい男前っていうか、すごいかっこいいっていう印象があります。野球を始めた頃からっていうか、大谷選手を知った頃からずっと目標にしてたっていうか、ああいう風になりたいなって思ってました。同じ日本代表のユニフォームに来て一緒にプレーしたいっていうのはすごく思います。野球をとにかく誰よりも楽しんでできることだと思うので、そこは誰にも負けないかなって思います。悔しい思いをこうやってすぐに切り替えて次の目標に切り替えられるようにはなったかなと思います。一番は本当に家族に伝えたいなと思います。ここまで毎日朝早く送ってくれたり、弁当を作ってくれたり、自分が見えないところで本当に苦労しててくれたので、本当にありがとうって伝えたいです。せーの、イエー！